怪我をなさらずに、ゆっくり休んでくださいね。私の疲労回復関係ではお役に立てますからね。その後は指示とスケジュールを送り込んだらいいだけだから。たまにはご主人の玉座にでも行ってみてもいいかもですよ。私たちは役職的にご主人と一番会いにくい場所にいますからね。そうですね。パトさんとはここ数日会ってないですね。ならコトカちゃんはパト様のところに行ってていいわよ。私も準備ができたらすぐに行くわ。はい、アリシア様もいらっしゃると伝えておきますね。ありがとう。最近コトカの腫瘍はどう？アリシア。すごいですね。能力だけで本当油断したら圧倒されますよ。戦闘力はまだ100も満たないのに。今の能力に実力もついてきたら、私の思惑通り、帝王新候補クラスの逸材になるわね。はい、末恐ろしい子です。悪いけど、コトカの面倒もお願いね。私は帝国だけで精一杯だから。はい、パト様のところは5人体制ですし、メリア様は自身の役割に集中してください。それ以外は私たちが全力でフォローします。うん、それじゃあアリシアもご主人のところで息抜きしてきて。はい、失礼しますね。さて、あとは9万5千国の支配者に計画を通達するだけですね。頑張らないと。たまには元の姿に戻らないとね。たまに自分が竜であることを忘れちゃいますからね。あれ、パトさんはいないんですか？コトカちゃん、珍しいね。どうしたの？こちらの仕事が終わったから遊びに来ちゃいました。ああ、タイミング悪いね。パト様は今潜伏の間にいますよ。昨日も100回死んできたらしいから、今日もリベンジしてるみたいだよ。潜伏の間って確か、私たちのデータをベースに作られたエネミーと戦うところだよね。うん、実力は潜在能力や、熟練度を最大限まで引き出した私たちらしいから、普通は手も足も出ないよね。でも主は一通り全員と戦ったらしいけど、1秒も持たずに瞬殺だったらしいよ。うわぁ、私でもパトさんを倒せちゃうんだ。どうせ主に会いに来たなら、潜伏の間に行ってみたら。確か、今はソルテの間にいるから。わかった、ありがとう、カナちゃん、ハクちゃん。そう、カナちゃん、私もこの帽子作ってもらったんだよ。うわぁ、すごく幼く見えるね。はぁ、また失敗だわ。今回はなかなか色がつかないね。今回のはそれほど、難しいってことね。うん、出した時そこまで大きな感じは感じられなかったけどな。でもこれが新しい発見につながって、帝国唯一の技術になるかもだからね。私がいるからいいじゃん。じゃあソフィアちゃんが全部解明しておいてね。あ、ごめん、それは無理だ。知ってるわ。でもよく得体の知れない能力を扱えるわよね。なんでわかるの？扱い方とか。こんな力をこの場面で欲しいなって思ってそのまま使ったら変な感じで出てくるんだよ。そんな曖昧な。でも私の創生と少し似たところはあるのかな。私の能力も二人に似た感じだな。どっちかというと、ソフィアちゃんに近いかも。結果先輩も研究大変そうだし、先を急ごう。あ、いたいた、ソルテ様、セッカちゃん。コトカちゃんどうしたの？メリアちゃんから伝言。仕事が終わったからパトさんのところに遊びに来たんだけど。あ、今開始3分で20回以上死んでるから、あと80回は出てこないと思うわ。相手はマスターソルテだから多分も来ませんね。そうね、破壊岩の突破口がまずないから瞬殺になるのよね。私も入って大丈夫かな？いいけど、すぐ死ぬわよ。それでもパトさん同様、私も実力を身につけておかないとですしね。おすすめしないけど。まあ、経験を積むのも大事だからね。辛くなったらいつでも言ってね。それじゃあ行ってきます。何秒持つかしら。破壊岩って範囲は、視界すべて、ちなみに見ようと思えば、数百キロくらいなら普通に見れるわ。そんなに広いの？無理じゃん。多分大丈夫ですよ。アリシア様。最近私がコトカちゃんの勉強や戦闘の講師をやってるんだけど、私でも油断したら、少し危険に感じる時はあるわ。私の破壊岩なんか怖くないあなたが。相性もあるから、私でもラル様やセッカちゃんみたいなタイプは苦手だよ。全くそう思えないんだけどな。はっきり言って、会いたいって感情だけで入っちゃったんだよね。今、すっごく後悔してる。でも、私もいつまでも守られるだけの存在で居続けるわけにはいかないから。私は戦うよ。パトさん。ことか、なんで、今すぐここから。へ、パトさーん。本当に速攻で敗北しちゃった。え、ってことは私だけでマスターソルテと戦うの。え、こっち向いた。とりあえず、奏でないと。破壊岩を越えて、あなたの元へ。破壊の断りを無視し、私の責める思いがあなたに届く。ヘルジエンド。時を
響く。破滅の音色、それに応えるのは同じ破滅の音色、あなたの音色を調和し、あなたに届ける。よし、歌は何も間違えてない、これなら、なんとか。ヘル、フィナーレ。一瞬だった。すべてうまくいってると思ってた調律は甘かった。私の能力は歌にすればどの能力でも法則、仮定なしに扱うことができる。たとえそれが、世界を破壊するほどの破壊力であっても、私自身ノーリスクで放つことができる。だがそれは、逆に言えば歌にできなければ、歌の仮定がしっかりしてないと。私みたいな一般人並みの力しか持たない私は即死なのである。今回は、ソルテ様の破壊を防ぐ仮定が甘かったから突破されてしまった。これは練習だからいい。だけど実戦になると、私が日頃からアリシア様から特訓を受けているのはそういうことなのである。じゃあ今回はコトカちゃんを横に寝かすんですね。ああ、目を覚ました時に一人だと寂しいだろ。まあ、理由はどうあれ、俺のためにここまで来てくれたわけだしな。マスターソルテを相手にしたら、まあ、多少はトラウマも残るでしょうね。ああ、恐ろしく強いよ。本当、10秒も持ったことない。昔の俺はよく、あんな連中を倒してたもんだ。マスターソルテを鼻歌を歌いながら、一歩も動かずに倒せたら、以前のパト様ですね。想像できない世界だわ。ふふ、ではおやすみなさい。猫にはあまり襲わないことをお勧めしますよ。人聞きの悪い、あれだけ、こっぱみじんにされて性欲がある方がどうかしてる。ふふ、朝楽しみにしておくわ。さて、寝るか。ソルテの目は本当に厄介だな。ゲームなら初見殺しされてるもんだ。しかも3回くらいは自分がなんで死んだかもわからずにコンティニューしてる感じだ。いや、それを言ったら、10人全員そうだ。10人全員10回は初見殺しができる術を持っている。無理ゲーなんだよな。ひどい目にあったな。あれ、ここ、私の部屋じゃないですね。すやー。どうしたの？猫に襲われた。なんでパトさんが私の横で。今目覚ましたらしいです。はい。何よ、脅かさないで。てっきり主が獣になったのかと。それ、あわよくばその獣シーンを見てやろうって魂胆じゃないよね。セクハラですか？メリア様呼びますよ。ほら、そうやって都合が悪いとすぐメリア呼ぶ。呼びました。当たり前のように不法侵入しないでください。だって、コトカがご主人のところに遊びに行ってお持ち帰りされたって聞いたから。破壊 100% の解釈やめてくれるかな。というかなんでそう聞いて不法侵入してるんですか。まあ、ソルテと一緒だよ。あわよくば見てやろうってね。だから一緒にしないでください。あの、私、部屋に戻りましゅ。やだよ、もう専属神の魔の鍵は閉じたわ。ベッド、私もいるんですけど。大丈夫よ、このベッド、詰めれば5人は寝れるから。遅くな。まさかパトさんに会おうとしたらまさかこんなことになるなんて。ささ、ソルテもそんなメガネと角をしまって一緒に寝ますよ。人の神格とセールアイテムをそんなもの扱いしないでください。これでいいんですよね。ソルテは元はすっごく美人なんだからそれ生かさないともったいないよ。安心してください。ちゃんとパト様だけには見せているので。へえ、ご主人の好みわかってるね。それはもちろん。ご主人のギャップ萌えが大好き。はぁ、死にたい。全てを把握されてる。すごい、これがメリア様の積極性。コトカもご主人はヘタレだから攻めないと一生攻めてこないわよ。はい、頑張ります。専属神一のピュアッコに変なことを植え付けないでくれ。ピュアッコはソフィアでしょう。あれは天然と言うんだ。さあ、今日は4人で寝ますよ。え、マジで4人で寝るの？待って、ダメー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。